いや、高根類さ、船長ね、一日お泊まりして思ったんだけど、最高の女かもしれない。船長の結婚相手がついに見つかったかも。マリン、高根類と結婚したいわ。え、なんかね、ガチ最高。え、一番最高なとこ言っていいか。一番最高なところは、体を描いてくれたの。体まで描いてくれんの。もう最高すぎて。え、なんかね、え、カナタとかも体描いてくれるんだけど、カナタはね、本当に片手まで弱いの、力が。なんかもう気が散ってるからすごい弱くて、あんま描かれてる感がないのね。でもなんか文句言いづらいじゃん、ちょっと弱いんだけどとか言いづらいからさ、我慢してたんだけど上から目線すぎる我慢してたんだけどじゃないわ。でも高根類はちゃんといい強さで書いてくれる上に、船長のためになんか冷凍ご飯とかいっぱい作ってくれて、船長ね、今日とかもなんか、あ、配信前でマリンのオートファジーの時間が終わっちゃう、配信もし終わったらオートファジーの時間が終わってるけど、配信前に食べようと思ったらもうウーバーイーツも間に合わなくて食べるものも何もない、どうしようってなった時に、高根類とご飯があると思ってそれをチンして食べるだけ、もう最高。本当にいい女。しかもね、船長の家泊まりに来た時も、なんか船長がその高根類が泊まりに来た日の次の日がラジオの公開録音のイベントの日で、朝7時起きとかだったの。だから高根類と本当は語り明かしたいなって気持ちがあったんだけど、船長はそのままもう速攻でベッドに入っちゃったの。高根類を放置して、まさかの放置で、先に12時くらいにベッドに入って、高根類後のことは任せたからよろしくって寝て、したらなんか高根類に一応ね言っといたの。なんか食器とか別に洗わなくてもいいって、ほっといても大丈夫って言ったんだけど、なんかね、船長が朝起きたら全部洗ってあったの。でしかもその、あ、なんかご飯もね作っておきましたよっつって、もう全部ね、なんかジップロックに入れて冷凍してあったの。都合のいい女じゃん。ヘルパー、違う、ヘルパーとかそんな風に思ってないって。いや、本当に船長は最高の女だって思ったの、高根類のこと。しかもめっちゃ美味しいの、ご飯が本当に美味しいの。でしかもね、なんかね、一緒にいて疲れるところが本当にないの。うん、夏色祭り介護なんだ、お、祭り、お、やるか、お前やるか、お、祭り介護つったかな。いや、祭り先輩もさ、高根類に介護されてみ、マジおばあちゃんになっちゃうから、気持ちよく、おばあちゃんなんて気持ちよくなっちゃう。いや、わかると思うよ、やられてみてって。マチュリは確かにピチピチのギャルだけど、ピチピチのギャルでも妖怪ご老人になっちゃうから、高根類を前にすると。いや、もう本当に最高だった、高根類。しかもね、もう前遊んだ時もね、最高の女だなって思ったの。それはね、なんか船長って結構甘えん坊だから、なんだろう、なんか結構気分でコロコロ、これやっぱこれしたあれしたみたいに言うんだけど、なんかふとね、あ、やっぱマッサージ今日行きたい、マッサージ行こうよみたいに言ったらね、あ、マッサージいいですねっつってね、もう1秒で調べてね、あ、じゃあここにしましょう、はい、予約の電話しました、はい、予約取れました、はい、行きましょう、こっちですみたいな感じで連れてってくれるの。なんか船長ね、そうやってね、頼りになる人とね結婚したいわ。これ分かっちゃった、こういう人と結婚したいなって気づきを得ちゃいました。うん、はいはい。でもすごいでしょ、ほんとに高根類オセルマジで優しいしね、話うんうんって聞いてくれるし、なんかね、理解してくれるし、マリンのこと。え、なんかね、しかも船長が何がめんどくさいとかもちゃんと理解してくれてて、なんか、え、これはこうしてこうしてこうやるんですけど、まあマリン先輩はこれは多分めんどくさくてやらないと思うんで、やらなくていいですよみたいな感じでもう船長が何をやらないとかも理解してくれてんの。結果、結婚したいランク何位よ、これ1位やね、マジでガチで1位かも。うん、いい受け入れサービスが見つかってよかったですね。いや、老人介護の施設探してんじゃないんだわ。違うから、受け入れ先じゃないんだわマリン老人じゃないからね。ちょっと君たち、もう最近さ、船長さん、そのなんかマリンに対する老人への期待が重くてさ、ほんと勘弁してほしい。